いや皆さん、いつもの通りお元気でいらっしゃいますか？本日は皆さんに非常に役立つサイトを一つご紹介したいと思います。まず私事になりますが、1950年代はアメリカのナショナルインスティテュートオブヘルス、これは厚生省ですね、という医療機関から仕事を依頼され、長期間従事しておりました。実はこれらの医療機関がこの度一般の方たちにとても分かりやすく役に立つガイドブックをサイトとして持ち上げて一般公開をいたしました。皆さんもご承知の通り、同じようなサイトがウィキペディアをはじめたくさんあります。ただ今回ご紹介するサイトは医療情報のガイドブックの中でも信頼性と安全性はナンバーワンではないかと思います。というのは、これらの医療機関は世界の中核を担う確かな運営をしている機関です。ここが十数年かけて作り上げた正確な情報と、また膨大な情報になりますね。そしてこの内容についてプリントしたものを見ながら少しお話ししたいと思いますが、まずこれらの情報が確かなものであるというのは、サーティファイドと書かれたスタンプがその証明になります。それはここですね。例えば関節炎、足ですねを知りたい場合は鋭意のところからアースライティスを調べていただくと、関節炎に関するすべての情報を知ることができます。またそれらに対する若干の質疑応答などを見ることができます。一般で知られている病気のほとんどはここから調べることができますよ。英語で書いてあることが少し不便に感じられるかもしれませんが、ぜひご利用になっていただきたいと思います。これもまた将来役立つのではないかと思い、ご紹介したいと思います。これはおなじみのゲラージバンドの利用法の一つです。アップですね、アップル。録音したものからサウンドウェーブを作ることができます。これを私の診療に組み合わせてみました。患者さんとのやり取りを録音していますが、これをガラージバンドからサウンドウェーブ式に変換して保存しておくというものです。即座に利用できるものではございませんが、将来役立つのではないかと思われる例としていくつか挙げさせてみますと、まず未開発言語の新たな開発、それから医療診断、大脳機能、これは fMRI のサポートになりますが、次は脳波の補助、それから動物音の研究、これは広い領域にわたると思いますが非常に大事な問題になります。情緒語のシノニムの研究などであります。高価なものでなくて、サウンドウェーブ変換器はもので、サウンドウェーブの変換器は存在していますが、身近なものであるようなこのような利用ができるのが最大の利点であると思います。